い、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどのお話チャンネル山でございます。今回はちょっとした疑惑あるいは疑念が発生しているの、皆さんご承知でございましょうか。その疑念とは、シグマ100-400mmF5F6.3 DGDNOS のレンズを使った場合、手ブレ補正の効きがめちゃくちゃ悪いんじゃないかという疑惑、疑念でございます。こちらの方の疑念は、パナソニックのルミックス S5 とシグマの 100-400mmF5F6.3 DGDNOS をね、組み合わせた場合に主に起こるみたいです。まあね、この2社はアライアンス契約をしているとはいえ、違う会社のカメラとレンズ、そんなことがね、起こりうるのかもしれませんがね、実際に検証してみようと思います。なお、この問題をね、私が初めて把握したのは YouTube のチャンネル A&B フォトエニフ様のある動画になるんですけれども、メカシャッターを使うと手ブレがひどくなる、ルミックス・シグマの相性問題、同じ L マウントなのにという動画がございます。そちらの方、リンクをね、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひご覧になることをお勧めします。で、そのね、動画を見て、んなバカなと思いまして、実際にね、せっかく私このセット持ってますので試してみようと思いました。野鳥を撮影し始めて最初の頃はね、なんかいまいちね、もやっとした写真しか撮れないなと思ってたんですが、よくよく考えると、その頃はメカシャッターで撮影しておりました。最近は音が気になってね、電子シャッターで撮影していたんですけれども、なんか腕が上手くなったのか、シャキシャキっとパキパキっとしたね、画像が撮れるようになったなと思ってたんですが、まさかシャッターの問題なのかと、ちょっと思い当たる節もね、あったんですよね。ということで、このね、疑念疑惑がね、急に終わることを願いながら、私の方でも独自に検証してみようと思います。検証方法といたしましては、 Lumix S5 に2倍のテレコン TC2011 を装着、さらに 100-400mmF5F6.3 DGDNOS のレンズを装着、換算 800mm で撮影を試みます。撮影する設定は、手ブレ補正が効かないと確実にブレてしまうであろうシャッタースピード1/100秒、まあ換算 800mm ですからね、1/100秒ぐらい本当は欲しいですよね。そこを1/100秒で撮影し、どれぐらいブレてしまうのか検証してみようと思います。あとはね、シャッターボタンを押す時のブレもね、一応考慮いたしまして、3連写し、その3枚ともを表示しようと思います。カメラから被写体の距離は約3メートル、今回のモデルとしてウッディさんに登場してもらおうと思います。果たしてシャッターの違いで手ブレ補正の効きの違いが出るのか、ちょっとワクワクしますね。それでは実験の方始めてみようと思います。まずは電子シャッターで撮影した画像になります。シャッタースピードは先ほども言いましたが1/100秒、そんなにね、身構えて撮影してませんので、手ブレ補正が効かなければ確実に手ブレが発生すると思われます。被写体までの距離は3メートル。まあね、これピクセル等倍で見ないとね、いまいちよくわかんないので、ウッディさんの顔をピクセル等倍で見てみようと思います。3連写、1枚目のピクセル等倍、全く問題ないと思われます。続いて3連写の2枚目、こちらも問題ないですね。しっかり手ブレ補正効いてると思います。3枚目、こちらも全く問題ありません。ということで、電子シャッターで1/100秒、シグマの 100-400mmF5F6.3DGDNOS のレンズを使ってもね、もちろんテレコンを使ってもですよ、全く問題なく手ブレ補正が効いているのが分かります。これがメカシャッターとなると、果たしてどのような違いが出るのか比べていこうと思います。はい、こちらのメカシャッターも3連写して撮影してますので、3枚とも見ていただこうと思います。まずは前景を見ていただいてますが、ここではあまり問題にならないような気もしますが、果たしてピクセル等倍で見てみるとどうでしょうか。
ピクセル等倍。はい、明らかに先ほどよりもやっとしてますよね。これね、ピントがずれてるのかなという感じもしますので、じゃあね、2枚目比べてみようと思います。続いて3連写の2枚目。はい、こちらはね、確実にね、ピントがずれてるという以前に手ブレが発生しております。2枚目でシャッターのね、振動が伝わってきたのかもしれませんが、ちょっとこれではいただけないですね。3枚目。まあね、こちらはかろうじていいのかな。でもちょっともやっとしてますよね。ピンズレも起きてるような気もしますが、やはりね、あんまりいただけないですね。電子シャッターと並べてね、比較してみましょう。はい、並べてみると確実ですね。電子シャッターが確実に手ブレが抑えられているように感じます。これね、たまたまじゃないですからね。結構何回か挑戦してみて、一番平均的な写りをしているものを選んでおります。こんな感じでね、平均とってもかなり違いますからね。一番画質がいいものとブレブレのもの、全く違いますよ。この結果は衝撃的でございます。ということでね、これ100分の1だからそんなにね、差が出ないのかなということで、次はシャッタースピード50分の1まで下げて、もう一度同じ実験を行ってみようと思います。先ほどよりシビアな環境ということですね。まずは電子シャッター1枚目のピクセル等倍、こんな感じです。全く問題ないですね。ビシッと止まっています。こう見ると50分の1秒でもいけるんですね。すごいな、手ブレ補正。2枚目、こちらも使えそうですね。全然問題ありません。ウッディについてるゴミまでしっかり映っております。3枚目、パーフェクトでございます。しっかり止まっていますね。これがメカシャッターとなるとどうでしょうか。それではメカシャッター比べていこうと思います。ピクセル等倍。1枚目、確実にブレが発生してきてますね。ただここまではなんとか、まあぼやぼやっとしてるかな。2枚目、完全にブレております。3枚目、右に同じ。ということで、やはりメカシャッターの方はどうもブレが発生しやすいということがわかると思います。これ手ブレ補正ついててこれですからね、ちょっと苦しいですね。並べて比較してみます。まあこんな感じですね。違いはわかると思います。続きまして、これね、ボディ内手ブレ補正のみならね、違いが出ないんじゃないか説を検証していこうと思います。今までの検証はレンズの手ブレ補正、そしてボディの手ブレ補正、両方をね、使って撮影しておりますが、ボディ内手ブレ補正のみにすることにより、これでもし電子シャッターとメカシャッター違いが出るようでしたら、レンズの問題ではなくカメラの方の問題ということがはっきりします。むしろもう相性問題でもなく、シャッターユニットの問題ということになるんですかね。はい、ということでボディ内手ブレ補正のみで撮影してみました。こちらもね、何枚か撮ってみて、一番平均的な写りのものをご紹介したいと思います。最初からもピクセル等倍でいきますね。電子シャッターのピクセル等倍、ボディ内手ブレ補正のみになります。こちらがメカシャッターのボディ内手ブレ補正のみの画像になります。どちらも3連写の2枚目となっております。並べて比較、こんな感じでね、平均を取ってみてしても大体このような感覚ですね。やはりボディ内手ブレ補正のみでも電子シャッターの方のが不止まりがいいような気がします。ということで、今回の検証の私なりの結論を出しますと、これレンズとカメラの、ね、相性というよりは、カメラ単体でのシャッターショックによるブレの可能性が出てきていると思います。この100-400mm のレンズでなんだか顕著に現れるような気がするのは、 L マウントでね、一番長いレンズがこの 400mm になりますので、ブレがね、非常に気になるレンズであるということは確かなんですよね。一般的に焦点距離が伸びれば伸びるほどブレがね、発生しやすくなりますので、高レンズの相性と思われがちなんですが、実はカメラ単体での問題である可能性が多いような気がします。まあね、今回1回限りの検証ではね、
本当にそうだと断言はできませんが、私的にはそんな感じがしますね。対処法としましては、やはり電子シャッターを使うっていうのが一番だと思います。ただ電子シャッターはローディング歪みっていうんですかね、いわゆるね、歪みが発生しやすいですからね。特にカメラを動かしながら撮影したり、被写体が動いていると、そういったね、歪みが発生しやすいので、そのあたりはね、どちらを使うのか非常に悩みどころといえば悩みどころでございますね。はい、ということで私なりの結論としてはこんな感じでございます。皆さんね、この写真を見たり、あるいは検証してみてね、なんかちょっと違うとこがあるんじゃないかなと思ったら、コメント欄にね、書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。この比較検証はあくまでね、浅く広くしかやってませんので、いろいろね、考察等ありましたらコメント欄にてお願いいたします。このチャンネルではこういったよくわからん検証や比較、カメラについての雑談などどんどんやっていこうと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメント欄にコメント書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter、Instagram もやっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。